ということでございまして、今から力伐山さんの、脳波、を検出をいたしましてね、この超能力を持ってらっしゃる普通の人ではできないことですよね。水をお湯にね、数分間で変えるなんてことは。果たしてどんな脳波が出ているのか、それを橋本先生に実験をしていただきます。これ終わるとスピード、これは早くやってほしい。